緊急で動画撮ってるんですけどって。あ、動きました。動いた動いた。よかった。225系100番台普通多古川行き12両編成かな、後ろ側に10両編成かもしれません。後ろ側に223系の2000番台をつないでおります。踏切止まってるもん。大丈夫？やばない？線路内に入ってとか言うらしいわ。障害物かなんか、多分向こうも止まった。よかったな、雨降ってなくて。あそこずっと止まってると、なんか物が飛んできたのかな。 あそこかなんか洗濯ネットかなんか知んないけど飛び込んできたな。特殊信号の発泡機が発泡してるから、あーこりゃダメだね。なんかね、多分家の洗濯のネットかなんかわかんないけどが入ってきたみたいで、それが多分障害物で、それでちょっと止まってるんだと思うんですよ。まだ動きそうにないんで。降ってきたね。多分事故処理が終わって復旧したから、踏切を押した状態にして、多分あっちが動くんじゃないかな。もう動くんじゃないかな。すごい観客じゃないけど、雨でもみんな車降りてきて見に来てる。取り扱い完了言うてんで、多分終わって、多分あの電車が動き出すと思いますわ。ちなみに概要を簡単に話すと、線路脇に多分干されてあった洗濯物かなんか知らないけど、それが線路内に入ったかなんかで、その影響でこの列車が一旦止まって、飛来物っていう認識ない。それで非常ボタンが押されたみたいなんだよね。で非常ボタン押されて、まあ、列車止まってあそこで待機中で、そこが非常ボタンの押された多分踏切だと思います。多分洗濯物が飛んでって、多分それを見た人が押したんだけど、雨が強くなってきました。うわびしょびしょだ。ちょっと動くかどうかが分かんないんですけど、先に踏切開けんのかな、どうなんだろう。こういう処理をあんま見たことがないから、もう動き出すと思うんだけどな。まだか。たった今右側からやってくる電車のこのあれもつきました。あ、動きました。動
動いた動いた、よかった。踏切が何分後、何分を当たってから動き出しました。車がですね、こっちの方で数えると1台、踏切の中で一旦停止してるんですけども、踏切2台、はい、ということですね。今回なんですけども、こちら見ていただければ分かるように、この向かい側第一踏切というのは魚住と土山駅の間ですね、こちらにあります。でちょっと雨が降ってて見にくいんですけども、28分遅れで先ほどの加古川駅の電車が出発してきました。10両編成ですね。でここよく見てみたら分かるんですけど、状況遅延、線路に障害物ということで、先ほど障害物があって、その後のが、このようにですねたくさん来てるというわけですが、踏切が鳴りました。あ、ダメだ、ぼやけてる。こうやって見てみれば、魚住土山間を見てみると27分遅れの、米原行きと、この遅れている新快速姫路行きがやってくる模様です。すごい雨が強くなってきて、そろそろ帰りたいんですけどね。はい、ゆっくりとやってきました。あちらが新快速ですね。20何分遅れで、ただいま、緊急ボタンが押された踏切の場所を通過していきました。映せないですけど、また列車がやってくる。あとね、1本ぐらい見送ったらもうこの動画終わりにしようと思います。かなり遅れて通過している新快速電車です。こちらも多分運転見合わせの影響でしばらく列車停車してしたであろう列車です。ということでですね、今回はこの辺にて終わろうと思います。もう一本来る。今回は SOS ボタン、緊急非常ボタンですね、非常ボタンが押された踏切ではどのようなことが起こっていたのかということを皆さんにお伝えしてまいりました。ちょっと緊急で動画撮ってるんですけどっていうのをね、やっと使えることができました。はい、ということで、あとはですね、こんなことない、ない方がいいんですけどね、もしね人身事故とかだったらね、動画にする予定はないですけど、まあ多少の飛来物ということで、まあ、すぐ復活するだろうと思って、まあ30分ぐらいかかってるんですけど、こんな感じでちょっと動画終わると思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。